ビギナーランニングマガジンへようこそ感想教員牧野です今回は、えー、世界選手権をウォーミングアップそして、えー、クールダウン、えー、そういった視線から、えー、見ていきたいと思います <laughs> いよいよ世界陸上が、えー、スタートしましたがまあいきなり20キロ競歩、えー、そして、えー、3000メートル障害そして女子の1500そして100メートルと で、明日には男子、あさっては女子のマラソンというふうに次々と、えー、競技が決まっていきますね。で、我々市民目線で見ていくとですね、注目すべきなのは、やっぱりウォーミングアップやクールダウンというのはどうしてるのかなと、やはりバックヤードのところをね、映してくれるので、そこでどんなことをやってるのかなっていうのはね、えー、気になるところですね。まあ、例えばですね、えー、やっぱりスキップ系のドリルっていうのは非常に多くやっていたり。 ですねえー、もちろん、えー、ジョグだったり流しだったりとかでどれぐらいの強度でやっているのかなというのもすごく興味が深いところですね。したがってです、ねえー、ずっと見ていくと、まあ、マラソンはしてありますけれども、えー、アップの仕方ですかアップシューズはどうしてるのかとかそういったところも非常に、えー、興味深いところですね。 そしてマラソンでいうと、ですね、やっぱり消熱対策ですね、どういうふうに行っていくのかということですね、やっぱりトップ選手なんか、日本でいうと、ですね、えー、氷を、まあ、脇に、えー、スタート前ギリギリまでやってたりとか、いろいろ工夫しているんで、非常に参考になったケースがありましたけれども、今回はどのような対策を練ってくるのかなと。ななんかは、ね、1キロごとなので、 いきなり山西選手なんか水を被るなんていうところはあれはもう非常に参考になった一例になってきますけれどもまあ、そのように体温の上昇をどう抑えていくかというのは非常に興味深いところですねそしてアップの距離ですけれどもマラソンでいうとトップランナーはどれぐらいの距離を走っているのかとそう思ってくると我々に関して言えば まあ、スタートからアップできないですからどのぐらいの距離がアップの距離になってくるのか要は5キロなのか1 0キロなのかは自分の、えー、イーブンペースではないよというふうに思って、えー、マラソンのタイムなんかに臨むとその後2 0キロ3 0キロになってから体が動いてくるというふうに考えて。 ランニングをしていただくと面白いのかなと思っていますので、これから1週間ちょっと目が離せないかなと思っています。ですのでぜひ参考にしていただければなと思ってますね。いかがでしたでしょうか。いよいよマラソンに関してはシューズチェックもしていかなきゃいけないのでね、この辺はどんなシューズ入っていくのかなっていうのは興味深いところですね。トラックなんかは結構、 イエローの手術が非常に目立っていたんでこれからちょっと調べていこうかと思っていますですので世界選手権目が離せないかなと思っていますね、えー、ぜひ明日のマラソン水肩後選手だったりとか応援していただければと思いますこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想を人協力マキノでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします